メアリー・マッハー、メアリー・タステージ・マッハー・プラントはアメリカ合衆国の競泳選手である。ケンタッキー州、ルイビルに生まれた彼女は幼い年から水泳を始め、14歳となった1979年に100メートルバタフライ、200メートルバタフライで早くも世界記録を打ち立てている。その後、彼女は圧倒的な競技力により、 次々と自らの世界記録を更新していくことからマダムバタフライと呼ばれることとなる。マーハーは1980年のモスクワオリンピックにおいて金メダルを期待されていた。しかしながらアメリカはアフガニスタンに侵攻したソビエト連邦に抗議するためモスクワオリンピックに不参加を表明したのでそのチャンスが訪れることはなかった。オリンピックに出場できなかったマーハーであったが 1981年の全米水泳選手権において歴史的な大記録を残した。この大会でマンハーは8月13日に200メートルバタフライで2分5秒96、同月16日に100メートルバタフライで57秒93という驚異的な世界記録を達成した。この記録はその後他の競泳種目の世界記録が次々と破られていく中、 100メートルで1999年にアメリカのジェニー・トンプソン、200メートルで2000年にオーストラリアのスーザン・オニールに破られるまで20年近く更新されなかった。マーハーの世界記録は1968年メキシコオリンピックの総幅飛びのボブ・ビーモンの世界記録と並び称される世界記録と言われた。1984年ロサンゼルスオリンピックでは マーハーは100メートル、200メートルとメドレーリレーの3種目で金メダルを獲得する。東側諸国が不参加を表明した大会であったが、たとえ東ドイツやソビエト連邦の選手が参加していたとしても、彼女の金メダルの獲得は揺るがなかっただろうと言われた。マーハーは1988年ソウルオリンピックにも出場し、200メートルバタフライでは銅メダルを獲得している。 ありがとうございます。